はじめまして、石橋英介です。でカメラと全く同じで、このクリップオンストロボ自体にもいろいろモードがあるんですよ。広角側で撮った写真と望遠側で撮った写真の先膜が降りて膜が全開になった状態ですね。そのイメージセンサーが完全に露出する状態の限界スピードっていうのがストロボ同調速度になります。どうも、英介です。本日は動画講座2回目ということで、前回ストロボの使い方からオフカメラの操作までやらせていただいたんで、今回実践編ということでちょっとレンタルスペースで部屋を借りました。結構本当に皆さんの部屋と一緒ぐらいの広さの普通の部屋を借りて、ここで外っぽい光をどうやって作るのかっていうのをやっていこうかなと思います。で今回ちょっとモデルさんとして一人ゲストをお呼びしているのでご紹介します。はい、こんにちは、レイチョルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。普段は英介さんの作品撮りのモデルとか、あとはアーティスト活動で歌を歌っております。はい、はい、よく僕のインスタグラムの作品に出てるモデルさんです。はい、とてもお世話になってるモデルさんなので本日彼女を使って撮っていこうかなと思います。じゃあ早速やっていこうかなと思いますので、ちょっとじゃあレイちゃん座ってもらって、はい、まず今この部屋かなり暗いんですよ。実は今外晴れてるんですけど、ちょうどビルが影になって太陽がこう差し込んでない状態で、かなり曇りの天気と一緒のような感じのシチュエーションになってます。なのでカメラで撮るとかなり暗くなるので、まあ、明るく撮ろうとすると、まあ、シャッタースピードを落としたりとか ISO 感度を上げたりとか、まあ、絞りも開放に近づけたりとかしないと明るく撮れない状態になってます。ちょっと今そのままの写真を撮って、その後ストロボを入れてどうやってこう外っぽくなるのかっていうのをやっていこうかなと思います。じゃあ早速撮っていきますね。じゃあまずですね、ストロボ使わないで自然光だけで撮っていこうかなと思います。今この部屋かなり暗い状態なので、絞りとシャッタースピードと ISO 感度ですね、設定上は今絞りが F4、 シャッタースピードが125分の1、 ISO 感度が1600になってます。このままの状態で撮っていきます。一応今三脚に固定はしてるんですけど、ストロボ使った時の変化を見せたいので画角を固定するために使ってます。ただまあこれ手持ちでも別に撮れるレベルなので、まあ皆さんが撮る時は手持ちでもいいかなと思います。じゃこのままシャッター切っていきます。じゃあれいちゃん窓の外見てください。うん、このまま切ると、まあ、室内もすごく明るくて、外からの光も綺麗に差し込んではきてるので写真的にはすごくいいんですけど、やっぱりこうノイズがかなり乗っかってくるので、まあ、ちょっとよろしくないなっていったところなので、今度ストロボをつけて撮っていきます。でちょっと光の質とかもよく見といてください。今絞りとシャッタースピードはそのままの状態で ISO 感度を200まで下げます。で一回ストロボの調整に行きます。で今ストロボどこに置いてるかっていうと、この部屋の窓の外に置いてます。なぜここに置いたかっていうと、ストロボの光を要は太陽光の代わりに使ってるっていう状態になります。で今こんな感じで中に向かうように打ってるんですけど、ここ今電源を入れます。今ストロボの光量はちょっと強めに2分の1にしてます。まあ外からのすごい強い太陽光をイメージして撮りたいので、かなり光量は強めてます。じゃあこれを入れるとどういう風な写真が撮れるかっていうのをやっていきます。じゃあれいちゃんまた窓の外を見てください。で今この設定で撮るとさっきと全然違うんですよ。かなり強い光がこう差し込んできて、ちょっとまあ被写体の当たりにも強いので、まあ、外の光量を調整してもいいですし、ISO 感度を
1段ですね、 ISO 200から100に下げてもいいので、少し光量を弱めていきます。で撮るとどうなるか、まあ、かなり強い光なんですけども、かなり太陽光の感じは出てます。今でその窓の柱とかの影が入り込んできている状態で、よりまあ太陽光に近いイメージの写真が撮れました。でこれ今カーテンをちょっと取っ払って撮ったんで、これを入れるとどう変わるかっていうのも見ていただきたいなと思います。多分こういうレースのカーテン皆さんの部屋とかにもあると思うので、これをじゃあこう閉めるとどうなるかをやっていきます。じゃあ撮っていきますね。今度カーテンを入れることによって、そのカーテンが少し光を遮ってくれるので、若干こう光量も落ちてはくるんですけども、そのカーテンの影とかがまた後ろの壁にも入ってくるので、より外っぽさが出てきます。この光と影のバランスっていうのがやっぱり写真においては大事なので、皆さんも外で撮った時に影とかをよく見ると思うんですけど、その影を今意識してカーテンを入れてみました。でカーテンを入れたことによってまた少し光量落ちたので、 ISO 感度を200に戻して撮ります。そうすると、まあ、さっきと同じような感じで、かなり光は強めな太陽光が入ってるイメージですね。で、まあ、こんな感じで外から光を入れてあげると、自然光の感じを室内でも出すことができます。まあ、かなり狭い室内で今撮ってるんですけど、それでもあんまりそういう感じを出させないような写真が撮れてます。結構こんな感じでカーテンありなしでだいぶイメージは変わってくるので、より自然光っぽさに近づけたいのであれば、カーテン入れた方が個人的には近いかなと思います。で一番最初に撮った自然光だけで撮った写真ですね、ちょっとこう曇りの状態の光なんですけど、これもストロボを使って再現することは可能なので、ちょっとそれを今からやろうかなと思います。